性行為は今の時代を映し出す。身近に迫る大パン行為、窃盗、ごと行為、ホールで発生するトラブル、犯罪の数々。この番組では弊社で発生した事件事故の現場に密着。不正行為の知られざる実態に迫る。今日はごと市の闇を暴きたいと思います。司会のシマンクスです。デンス柳橋です。スペシャルゲストに室岡さんとラマルさんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はホールで起きた五都市の闇について全容を解剖していきたいと思います。なんかいつになく真面目な感じですね。もう今日は真面目に五都市と戦います。あ、わかりました。はい、踏み込みましたね。はい、店舗数が多いんで、それこそ3日に1回ぐらいはなんかありますね。そんなあってんすか。いやいや、本当そうなんですか。はい、てか正直言うと毎日事件あります。毎日あります。あ、毎日事件あります。ます、はい、それでは秘蔵映像をもとにキング観光で起こった事件を見ていきます。こちらの映像をご覧ください。これは全国的にも有名になったあれですね。悪質ですよ、これ。これはいかんですね。許せないですね。なんかすごいですよね、切り方が。こんな、これもですよ。そんなするか、普通。壊れたら結構するんじゃないですか、これ。まあ、多分50万ぐらいするんじゃないかね、あれは。なんと台です。リゼロかなんかじゃなかったかな。じゃあ仕方ないですね。仕方ない、仕方なくないすごいのが、こんだけキックしそうのに隣の人が無反応っていうのがすごいですね一切見てない。常習なんですよ。もう今の1回じゃないぞ。さっきからずっとやってるんで、もう慣れてるんですよ、ね。慣れたね。続いてまだ映像があるみたいなんで、次の映像いこうと思います。どうぞ。ファフナーのごとですね。あ、これはもう完全に迷惑行為とかじゃなくてごとですね。もう犯罪ですね。窃盗になりますね。はい。はい。これは叩いてるんですよね。ああ。はあ。これって。実際に叩いて V に入ったら入賞しちゃうんですか。しますね。ガチなんだ。はい、出来れじゃないんだ。出来れじゃないよね、あれ。今年捕まえると、はい、北九州ナンバーの人だったりするんですよ。あの、ランパルさんとか室岡さん北九州ですね。そうですね、北九州ですね。はい、なんかそういう知り合いの人でそういうこと悪いことしてるっていう人いません。いや、知り合いはいないですね。いないですか。いないです。あ、そういう、さすがにいないです。こういう関係は、こういう関係はクリーンだってことですね。ないですね。はいはい、本当に、もう本当僕嫌いなんで絶対許さないですね。僕の財布から出てるのと一緒ですから。そうですね。すね、許してないですね。僕らも財布から盗んできたものですから。もう実際もうそう。はい、続いて、はい、特別に、はい、元五都市の方のインタビューの動画がありますので、じゃあちょっとそちらを見てみましょう。はい、どうぞ。では野村さん、インタビューの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、まああれ、そうですね、まあちょっと言っちゃっていいのか分かんないですけども、初めてやったのが、まあ、学生時代でして、あの頃はね、あんまりこう厳しくなくてですね、ちょっといろいろとやりやすい状況もあったんですよ。一回そうやって儲かっちゃうと、なんか次も行って次もやってみたいな感じで、あのどんどんハマっていったっていうのが最初ですね。まあ今でいう何ですか、軍団みたいなのを作ってたっていう、その20代前半ですね。昔スロットで食べてた時期があったんで、まあ、そういう経緯もあって、今はもう、うん、延長線上ですね、それもね。じゃあ今はだからそういう好きで、その仕事を、今はそうですね、まあ源さんでうまくこう噛み合った時に3万発ぐらいは、もう3万発まあビジネスチャンスでもありますし、いろんな企業さんがある中でもやりやすい企業さんなんじゃないかなっていうことで、イングでやれるんだったらどこでもやれるっていうような格っていうのもつきますし、仕事の幅を広げて関東の方とか東北の方とか手を広げてバンバンやっていきたいなと思っています。どないなっとんのこれね。ボーイボーイ、めちゃめちゃもうテロップなかったらなんて言おうかわからんけど、この間若宮のこと、あれ北九だと思うんですよ。僕は関係ないですか、これは。ちょうど玉すも3万発ぐらいだった、うん、新幹線で来てるふりして北九州のね、はい、なんかナンバーの車で来てみたいですね、バーンとかでね、はい、なんか仲間連れて、一緒に来ようやね。いや、別に分からんけど、おい、たまに、あの、いや、俺別で帰るけど、いやいや、お前は味方であれ、おかしいなっていう挙動があったんですよ。ああ、心外ですね。いつも、あの、
なんかファミリアとかって言ってるんですよ、その軍団のことを、はい、日本語で、はい、で僕はファミリアって何なんだろうなと思ったら、こういうことですね。そういうことですね。本当に知らなかった、はい、はめられました。ちょっと D、どういうことですか。俺質問の内容が改ざんされてるよ。騙された。続いて犯罪の VTR が届いてますのでご覧ください。どうぞ。やっとるやっとる。これ2人組です。2人組です。はい、これをですね、元犯罪者、元後藤氏の頑張りさんから解説を。いや違うって、後藤氏じゃないって。あれでも鮮やかに行けば訓練したんですよ。いやあれは俺じゃない、あれは俺じゃないけど、その後藤氏の俺じゃないけど。ご兄弟、ご兄弟。これはまず違うし、後藤氏でもないやん。あれファミリア。ファミリアじゃないわ。できんじゃでけー。もうできんじゃお前。おかしいでしょそれは。こんな捏造されたものでできんされるってなんかおかしくないですか。それは今度から一人で来ることないよ。いいわけ。あ、それはもう全然クルミンとか。はいはいはい。適当に見繕って持ってきて。もうちょっと勘弁してくださいよマジで。本当にもうこれ完全な黒ですので、はい、おかしいでしょそれは。デイリーお断りしようかなと思いますけど、よろしいでしょうか。そうですね。なんで、はい、違うんです。もうしょうがないですね、はい、すいません。いやいや、おかしい。どうも頑張りさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお帰りください。ちょっとちょっと出して、つまんで、つまんで、つまんで。何やもうできんな。いやいや、もういい。おかしいやろ、おかしいやろ、こんなもん。もうこうなること分かってたので、はいはい、ちょっとね、新しい演者さん、YouTuber さんを用意しました。紹介したいと思います。YouTuber のまほちゃんです。はじめまして。はじめまして。あ、パイ娘、パイ娘じゃなくて、パチ娘まほちゃんです。お分かりいただけただろうか。まだ YouTube は4ヶ月前に始めたばっかりで、まだ右も左もわからない状態で、もう自分で編集したり、試行錯誤しながらやってるんですけれども、YouTube のね、画角でしか見てなかったんですけど、ね、すごいですね。これがちょっとね、いやなんか細いのにこれでしょ。うん、顔もこんなんしかない。そう。ラッパーの4分の1くらいの顔。声の方違いすぎるよね。弾んだ声の声の声。こんな弾む。急に滑舌良くなりましたね。これは伸びますね。伸びますね。ガタツメの紹介しようよ。今、ガタツメ伸びなくてもいいわ。もう、魔法ちゃんが伸びればもう、全然もう俺もう死ねる。なんかね、いい匂いしてますね。もう、こんなチャンネルなんですけどもね、あと500人で1万人登録いくんで、ぜひガタツメの登録よろしくお願いいたします。お願いします。そんな奴に1位になってほしくないよ俺は。